平野紫耀、担任になりきった姿にファンもん絶に惚れて終わりそう、めっちゃ勉強も頑張る。ジャニーズ事務所の人気アイドル、平野紫耀がファンを驚かせ、感動させるエピソードが続々と登場しています。その魅力的なパフォーマンスだけでなく、ファンへの心温まるサプライズが、彼を多くの人々の注目の敵にしています。 今回は9月9日に飛べから行われた平野様のインスタグラム投稿について取り上げ、そのファンからの熱狂的な反応について紹介します。平野様担任になりきった姿。平野様のインスタグラムに投稿された写真は、彼のファンたちにとって驚きと感動の瞬間となりました。写真に映る平野様は、 赤いジャケットに黒のレザーパンツを身にまとい黒板消しを片手に持っています。その姿はまるで本物の学校の担任の先生そのものであり、そのプレゼンスに多くのファンが見惚れたことでしょう。さらに投稿された写真の中には夜の時間帯に撮影されたものも含まれており、屋上のような場所で平野仕用が映っています。最後の一枚では、 黒板の前に立つ彼の姿が捉えられており、その真剣な表情がファンを魅了しました。平野耀自身も、この投稿に対して、最後不愛いそうな担任の先生いるけど気にしないで、とコメントを添え、ファンたちに笑顔を提供しています。ファンからの反応。平野耀の担任の先生姿に対するファンからの反応は、熱狂的で多岐にわたります。 いかに、その一部をご紹介します。こんなかっこいい不合想な担任なら勉強頑張ったのになぁ、から平野耀の担任の先生姿に触発され勉強のモチベーションが高まるというファンの声が寄せられました。彼の魅力的な外見だけでなく、担任としての姿勢にもファンは感銘を受けたようです。色々突っ込みどころ満載なんだけどそこはどこの屋上かな。 一部のファンは写真に写る場所についての質問を投稿し、興味津々の様子を見せました。平野紫耀がどの学校の屋上で写真を撮影したのか、ファンの間で話題となっているようです。紫くんが担任の先生だったらめっちゃ勉強も頑張るファンの中にはもし平野紫耀が本当に担任の先生だったら勉強に熱心に取り組むだろうという声もありました。 彼の存在が勉強の励みになると考えるファンが多いようです。見惚れて終わりそう WW、平野紫耀の担任の先生姿に対して見惚れるばかりで何もできないというファンのコメントも見受けられました。その魅力に圧倒された様子がうかがえます。不愛想でもこんな先生なら真面目にノート取ります。一部のファンは 担任の先生が不愛想でも、平野耀のような魅力的な人物ならば、真剣に授業に取り組むだろうと述べています。彼のファンは、その人柄に惹かれているようです。こんな担任の先生いたら一生卒業し、内平野潮の担任の先生姿について卒業せずに学校に残りたいというファンのコメントもありました。そのくらい彼の存在が魅力的だということでしょう。 大量ありがとうをかける2000万万回めっちゃ嬉しいよ、お最後にファンからの感謝の言葉がたくさん寄せられました。彼の担任の先生姿がファンに喜びと幸せをもたらしたことが伺えます。平野市用のインスタグラム投稿に対するファンの熱狂的な反応を見ると、彼の人気と魅力がどれほど大きいかがよくわかります。 彼は音楽活動だけでなく、ファンに対するサプライズや心温まるエピソードを通じて、その魅力を広めています。今回の担任の先生姿も、その一例であり、ファンにとっては忘れられない瞬間となったことでしょう。平野紫耀のファンは、彼の活動に常に注目し、その魅力に夢中になっています。 今後も彼のサプライズやエンターテイメントに期待が高まります。彼がファンに幸せと感動を提供し続けることは間違いありません。彼のファンと共に今後の彼の活動を楽しみにしています。